はい、ひろたつです。よいしょ。ちょっとね、今、ちょっと今日はね、今までしてなかった話をしよう。どの向きって、この向きでもう見えんな。よいしょ。よいしょ。まあね、今ちょっと、造成中の公園の前におります。の駐車場やな。うん、さてと、今日はね、シフトパターンの話します。P、これがリバース、ニュートラル、ドライブ、エコモード、ブレーキモードとありますけども、まあ、普通ね、電気自動車というと、まあ、リーフに代表される、あとはまあ、ハイブリッドのトヨタプリウスに代表される、パソコンのジョイスティックのような、レバーをもう一回浮かべると思うんですけど、これ見てください。なんと、ゲート式のシフトレバーになっております。まあ、これブレーキ。はい、ちょっとバックね。で、これニュートラル。押しても何も反応しない。で、ちなみに D だと、ちょっと踏んだだけでかなりいきますね。で、これが、エコモードだとあんまり触れないです。んでね、一応ね、電流系になってますんでね、これ、バックしてもね、ちゃんと、行くんですけど、まあね、低速なんでね、チャージには入りませんわ。Dの違い、Dとブレーキの違いを教えてあげましょう。これはほとんど、チャージに入んなかったですね、今。次は、この辺までバックしといて、ブレーキモードにしてみましょうね。スピードが遅いからこれあんまり触れねえんだ。なるほど。よし、OK。つうわけでね、触れ方はまた別の動画で撮らなあかんのやな、これ。まあ、これもね、ゲート式の方がね、なんかね、どこの位置に操作したかっていうのは勘でわかるようになるんですよ。普通のストレート式のオートマだとね、ボタン押さん限りわかんないようなことでも、まあここのディスプレイ見やわかるっちゃわかるんですけど、手元だけでも見てなくてもわかる方がね、やっぱりとっさの時にわかりやすいかなって僕は思います。まあたったこんだけですけどね、違いが分かってもらえば僕はありがたいです。ということで、危ねえ危ねえ。まあ、よくね、オートマでね、ドライブからリバースとか急に入れると壊れるって言いますけどね、電気自動車はそんな音する、まあ電気的に反応するから多分そんな音にはならんでしょうね。つうわけで、まあ、どうなんかな、いろいろ、そんなことやったら危ねえだけだから、やらんように越したことはないですね。まあ、安全機能とかいろいろつけたらはずです。ワイヤーでなくてね、電気信号だけでやっとるはずですからね。まあ、今日は以上です。たったこんだけの話でもね、役に立った。まあ、続きは見たいって方はね、チャンネル登録なり、高評価なりコメントよろしく頼みます。